自分で実際にこう、いろいろ手を動かしてやる機会って、意外と実習中ってなくて、まあ、目の手術のあれやるだけで僕は2時間ぐらいかかっちゃったんで、緊張感はあるけど、充実感がないっていう感じはする。医学生のための、YouTube 塾。こんにちは、水木です。今日はタッキーから質問があるということで、何かいい記事を見つけてきたという話を聞きました。はい、タッキーです。今日はですね、はい、記事で、医学生感染症患者の対応力を競う大会というのが。大会なんだ、それは。すごい。そんなのあったんですね。はい、面白そうな記事があったので、ちょっとこちらを。これですね。はい。はい。リンクをじゃあ、下に貼っておきましょうね。まあ、切れちゃうかもしれない。早めに行くのは3月の記事ですね。はい。はい、これで内容がですね、はい、新型コロナの対応力を競う大会が愛媛県でありまして、はい、医学生120人が集まり、競ったところです。まあ、先生、学生の頃はこのような趣味の大会などあったとか、あったらしたかったかとか、はいはいはい、そういうのを質問していきたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい。まあ、これはおそらくだけれど、記事ちゃんと見てないけど、書いてありますね。実習の機会が少なかったから、まあ、今やってみましょうと。新型コロナウイルスがどういうものか分かってきたし、きちんとした適切な感染防御をすれば、感染はしないだろうというもとで、おそらく集まってやったっていうことだと思うんですよね。で、僕が学生の頃もこういう大会っていう名前についてないけど、実習みたいな。お金を払ってシミュレーションでやるとか、そういうのも結構あったりしたんですよ。学校がやるっていうのもあったし、一般企業、例えばジョンソン&ジョンソン、そういうところがいろいろ機材とか、無駄な地帯を使って、首を整形外科の手術とかかな、ヘルニアの手術のちょっと真似みたいな感じにやったり、あと脊椎取り出したりとか、あと豚の目を使って白内障の手術の練習をするとか、それをそのジョンソン&ジョンソンに勤めているその機械を作った責任者の方だったり、そこと取引がある同時代の先輩の先生とかが一緒にいたりして、例えばその整形外科を回ったことのある学生さんとかに声をかけて、じゃあ何月何日に東邦大学の整形外科の先生が、まあ、ジョンソン&ジョンソンにみんなで行きましょうみたいな感じで言ってくれて、それでバス乗ってみんなでわーって行って、とか結構やってたりしたので、こういうのあったら結構楽しいんですよ。自分で実際にこう、いろいろ手を動かしてやる機会って、意外と実習中ってなくて、まああるけど、本当になんか、いわゆる生きた人をいじくるっていう人じゃない、まあ豚だったけど、って経験って、まあ、基本的にそこまで多くさせてもらえないので、だから、僕が実習で学生の頃やったかって言われたら、実際やったし、多分こういうことあったら多分僕言ってると思うので、すごく刺激になるし、すごくいい機会だったなと思うから、こういうのはどんどんやっていただけると、いただけるとっておかしいけど、意味ないことの取り組みすごく素晴らしいと思います。実際学生のうちからこういった趣味の練習であったりっていうのをすることによってレベルって上がっていくものなんですか？それはね、上がらないと思います。その時は上がらないけれど、その経験っていうのかな、医学っていうものに対する取り組み方っていうところが一番変わってきて、でその時にいきなりレベルアップして何かができるようになるっていうよりかは、意識がすごく高くなっていく、高い系じゃなくて本当にちゃんと高くなるっていうところでいいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。白内障の手術では豚の目でやってるけどできるかって言ったら絶対できないし、白内障の手術って30分もかからないで本当の眼科の先生がやるけれど、豚の目の手術のあれやるだけで僕は2時間ぐらいかかっちゃったんで全然できるようになるもんじゃないっていう感じですね。次のちょっと質問なんですけど、はい、今回はまあコロナ禍で実習が少なくなってこういう取り組みしたって書いてあったんですけど、はい、実際病院に行って実習するのとこういった実習するのとやっぱし緊張感とかも違うと思うんですけど、病院の方がちょっとピリッとしてるのかなっていう。いや、ピリッとはするけど、自分のことじゃないのよね、病院の時って。こういう大会とか学生が集まってやることの何がいいかって、記事見ていただいたり、その中に動画があるんで見ていただくといいと思うんだけど、学生同士でチームを組んで模型に対してやってるわけね。だから将来一緒に働く人たちの仲間の中でやってるっていう、その経験がすごく良くて。で、実習になっちゃうと、結局は上の先生がいて、その人がやってることのお手伝い程度しかできない。だから、緊張感っていうよりかは、やらされてる感の方が大きい。で、こういう大会とか、実習に参加する人、この記事の中に参加する人って、自分で自主的にやりたいっていうふうに言って、自分たちでチーム組んで、自分たちでこの流れに沿ってやるんだっていう計画を立ててやるから、そっちの方が正直緊張感はあると思う。だから、実習中に自分の患者さんに何かやるっていうのは、結局、自分に何かが降りかかってくるっていう責任感がなくて、緊張感はあるけど、充実感がないっていう感じはする。なるほど。そしたら、水木先生的には両方やった方がいいと思います。それとも、どっちかに絞った方がいい。両方できるんだったらもちろん、本当の生身の患者さんにやらせてくれるとかって、そうそう普通ないから、それはもう自分の病院とか、大学病院とかできるんだったら、それもやらせてもらうのが一番だと。ありがとうございます。最後に、はい、質問なんですけど、はい、水木先生が思う医学生時代にこんな大会があったらよかったなってありますか？大会？大会だったり、こう、主義を競うようなイベントが、なんか面白そうなのありますか？こういうのをしてみたかった。むずいな。今の事業に関わることかもしれないけれど、医学生が考える企業の何かとかあったらすごくいいな。医療かける何かで、医学生が今不満に思っていることとか、
病院実習にしてもっとこうしたらいいんじゃないかなっていうことってあったと思うから、それに対する解決策を考えて起業しましょうみたいなのだとすごく面白いなとは思う。ありがとうございます。以上になります。はい、ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。